停鉄。蹄鉄は、主に馬のひずめを保護するために装着される、U 字型の保護具である。停鉄は、ひずめの破損を防止し、摩耗を防ぐために用いられる。野生の馬と異なり、家畜の馬は、ひずめが弱くて摩耗してしまう。詳しくは口述。これを避けるために停鉄が考案された。同様の理由で、ロバや、駅牛用の停鉄もある。 はじめに低鉄が西洋の文献に現れるのは四世紀にキリシア人によってもたらされてからで様々な品種の馬及び様々な用途のために改良が加えられ素材も様々なものが使用された鉄、アルミニウム、ゴム、プラスチック、牛皮またはそれらを組み合わせた素材で作られる一般的な素材は鉄だが 日本の競馬においては軽量なアルミニウム合金が用いられている。その他、マグネシウムやチタンあるいは銅が使われることもある。初期の停鉄には滑り止めとしてカルキンスと呼ばれる出っ張りがあった。これは今でもチームペニングといった競技用馬の停鉄において見受けられる。停鉄の形状は馬蹄型と呼ばれ、形を表現することして使われる。 代表例として、U 字構造をした、馬蹄磁石や、米国ペンシルベニア州の鉄道史跡、ホースシューカーブ、コロラド側が、馬蹄型に曲がりくねっている、アリゾナ州のホースシューベンドがある。馬の家畜化に伴い、馬の蹄を保護するバグが必要となった。以下に、その詳細を示す、栄養価の低い餌。低鉄に関しては年来。 生理学的な視点から検討されてきた。野生馬と遊牧などの自然環境で飼育された馬はそもそも、蹄鉄など必要としないことが分かっている。しかし長年の馬小屋での飼育方法と蹄鉄の伝統は、これらの見解によっても容易に変化するものではない。これらの研究で特に大きな影響があったのは、ジェイム・ジャクソン、およびヒルトラド・シュトラッサー博士である。 想定の起源については、不明な点が多く、いまだに結論は出ていない。ローマ時代、馬の持ち主は、ひめの上に革製のブーツを履かせて、紐で縛り付けていた。中世には、金属製の蹄鉄が現れるが、これには、粉族が持ち込んだとする説のほか、ケルト起源説などがありはっきりしない。歴史家の中には、中世になって、 初めて金属製の邸鉄が現れたとする桃いるが、ドイツの近くのローマ時代の移行から金属製の邸鉄が見つかっており、それは294年のものだという。いずれの場合にせよ金属製の邸鉄が一般的に利用されるようになったのは中世以降のことである。日本では古くから馬靴という藁製の馬蹄保護具が用いられていた。 戦国時代に停鉄が九州の一部で使われたという記述があるが、もともと日本在来種の馬は、蹄めが固く、停鉄がなくても走行に、さほど問題がなかったことから、普及しなかった。また、徳川吉宗は、アラビア種の馬を輸入し品種改良を試み、1733年、教法18年には、 馬術協連士官と想定士が来日してい,いが、すでに戦場で駆け回ることもなかったため、この時も邸鉄は普及しなかった。西洋式の金属製邸鉄が組織的に使われるようになったのは明治以降のことである。邸鉄技術は各国から日本に導入された。中でも陸軍は1873年、明治6年にフランスから想定教官を招き、 後千1890年、明治23年には、ドイツ人教官を招聘して、定鉄技術の導入と定着に大きな役割を果たした。明治時代を通じて定鉄は全国に広まったが、農産村部に普及したのは大正期である。1890年、明治23年に、定鉄工免許規則が制定され、定鉄工は国家資格とされた。鉄工の養成は、 獣医学校や農学校付属の停鉄戦火で行われ、一年間で卒業して免状を授与された。停鉄の技術は軍隊に欠かせないものであったが、日清、日露戦争で日本陸軍は停鉄校の不足に苦しんだ。日中戦争から太平洋戦争にかけて陸軍は停鉄校を重視していた。役場の平時係は停鉄技術を持つ、 民間人を事前に登録、動員時には優先的に招集令状を送って、定鉄校の確保に努めた。定鉄校は、軍隊では優遇された存在で、巡視官である、特務総長待遇の定鉄校長まで昇進できた。定鉄校長は、獣医学校で短期間学び、獣医になる道も用意されていた。太平洋戦争敗戦後、GHQ の指示で獣医司会が廃止。 再編されることになり、1948年、昭和23年、日本想定司会も11会と同時に解散した。代わりに、日本想定協会が創立され、日本想定司会に解消され現在に至っている。1970年、昭和45年には想定司法が廃止され、想定士が国家資格でなくなったことから、認定想定士の制度が発足した。 認定資格は2級、1級、指導級の3段階とされ、運営は同会が行っている。現在では、栃木県宇都宮市の JRA 競争場、総合研究所敷地内に日本想定士会、想定教育ウンターが設置され、そこで全寮制1年間の想定士養成教育が行われている。 ヨーロッパでは扉に低鉄をぶら下げると、魔よけや幸運のお守りになると信じられている。玄関に、低鉄の鉄を、末端部分が止められていれば幸運が舞い込み、両端が下に向いていると不運が舞い込むと言われている。これは、文化圏によって異なり、二つの鉄をが下を向いていれば、幸運が舞い込むという地域もある。日本では、馬が人間を踏まないということから、日本中央ばか会。 JRA が馬邸を交通安全のお守りとして販売している。このような風習の起源は諸説ある。ケルト人がダーナ親族を鉄器と牙で打ち倒したことから、妖精や邪気などの異界の住人は鉄を嫌うと伝承され、幸運をもたらすとされた説。後にカンタベリー大主教となったカジヤの姓、ダンステンが悪魔から馬の定鉄を修理するよう頼まれた際、 悪魔の足に停鉄を打ちつけ、痛がる悪魔に扉に停鉄が止められているときは、絶対中にハイライという約束を取り付けよう、約停鉄を取り外してやったことから悪魔よけとされた説などがある。世界各地に停鉄を投げて遊ぶ風習がある。これは、停鉄投げと呼ばれるもので、米国では、ホースシューズ、ホースシューピッチングという人気スポーツになっている。当初は、 不要になったリング型の低鉄を投げて、飛距離などを競うものだったが、次第にクイに向かって投げる一種の、輪投げのような遊びへと変化した。一回に一人が二つの馬蹄を投げることから、ホースシューズと命名されている。アメリカでは、ヨーロッパからの移民たちがこのホースシューズを持ち込み、特にカウボーイの間で大流行した。1921年には、 ナショナルホースシューズ・ピッチャーズ・アソシエーションやフィアメリカが設立され、会員数が1万5000人以上のメジャースポーツになっている。日本でも1991年に日本ホースシューズ協会が設立され、全日本選手権大会が開催されている。競技人口は約5000人。年齢や性別に関係なく、楽しめるスポーツとして注目されている。漫画家の藤子二雄 A は、 ラピットシティで開催される世界選手権大会に参加する日本代表選手たちを題材としたサウスダコタの青い空をワールド漂流機で描いている。停鉄が外れて落ちてしまうことを落鉄という。競馬では競争前に落鉄が判明した場合、停鉄の打ち直しを行うことができるが、発馬時間が延長される原因になる。馬が暴れて、 打ち直しができなかった場合、そのまま出走させることもあるが、現在の競馬では、基本的に停鉄を履いていない、競走馬の出走は認められていない。落鉄したにもかかわらず、打ち直しを行わないまま、馬を出走させた、磯そのルーブル落鉄事件がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。